はい、皆さん、こんにちは、ワドツです。今日は2018年2月の18日、日曜日、15時47分です。よろしくお願いします。6月にね、ステゴロっていう格闘技のイベントに出るんですけど、それに向けて T シャツを作ろうと思ってます。でね、背中にね、リスナーさんの名前を、書いていこうと思うので、背中にね、リスナーさんの名前を背負って、リングに立とうと思ってます。はい、もよこさんいらっしゃい。なので、今回、狐枠やめました。もし、和道 T シャツで自分のコテハンを書いてもらいたいリスナーさんは、名乗り出てください。よろしくお願いします。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、カリュウさんいらっしゃい。ジャケンさんいらっしゃい。どんどん名乗り出ていってください。よろしくお願いします。無料でリスナーさんの名前は載せます。ただね、T シャツ欲しい人はもちろん有料で購入していただきます。でね、文字でかく載せて欲しい人はね、ぜひね、アイテムに応じて、花火投げてくれた人は文字大きく載せようと思ってるんで、よろしくお願いします。そんな感じですね。誰かいる？背中に文字乗っけてほしい人。まあ書いてる通りですね。書いとこうか。まあ、もし和道 T シャツにコテハン入れたい人は、名乗り出てください。ちょっとそれの募集枠だね。まあ、前話した企画なんだけど、 T シャツで行こうかなと思って。はい、ワード2、7社いらっしゃい。かわいいサムネだね。サムネ、コメント欄にサムネがあるとなんかびっくりするね。狐枠ばっかりだから。別世界に来たようだ。狐枠ばっかりだね、最近ね。そうなんだよね。ちょっとね、変えていかないとね。おい、もよこさん、メガホンありがとう。メガホンありがとね。応援します。ありがとうございます。ありがとう。名前載せたい人いる？ T シャツに。いない？今のところ。大丈夫？みんな。はい、ワード2、やなラッキー。グッズ作るけど、リスナーさんの名前を背中に背負って、リングインする予定です。もしね、応援したいっていう方で、
グッズに名前載せてほしいっていう方は、申し出てください。そうそう、リスナーさんの名前前からね決めてたんだけど、ちょっと T シャツにしようかタオルにしようか迷ってたのね。でまあ T シャツにすることにしたから、背中にリスナーさんを背負って戦おうと思って、まあ希望のある方だけ入れようと思ってるんで、そうそう、リスナーさんを背負って戦うっていうか、まあ脱がないといけないかもしれないんだけど、まあ一応リングインまで来てようかなと思ってて、デザインは僕の方でやります。名前入れたい人は、名前入れてほしいって言ってください。コメントで。そしたら小手半を入れるんで。で、一応、まあ、花火から、花火から、アイテムの数に応じて、文字の大きさ調整します。奥くんいらっしゃい。うん。リスナーさんに背中を預けるっていいね。セゴロ出ますよ、僕。セゴロ出ます出ます。応援します。ありがとう。もしよかったらね、フォローしてください、ぜひ。メガホンありがとう、くん。ありがとうございます。メガホン余ってる人いたらたくさんください。今のところ誰もいないな。誰かいないかね。はい、解放いらっしゃい。こんにちは。日曜日で配信者結構多いな。なんかね、最近ね配信者全然配信しなかったりするんだけど、今日は多いね。T シャツ、ステゴロを入場するときに T シャツを着ていこうと思ってるんですよ。で、デザイン的に背中にスペシャルサンクスって入れて、ステゴロの名前、なんて言えばいいんだろうな。リスナーさんの名前背負って入場しようと思ってて、で、名前入れたい人を募集してんの、今。俺の名前背負ってくれって、応援してるよって、いう人を募集してる感じ。その枠。なんか狐じゃないの、今日。キャスは逆にこの時間少ないんだ。
韓国です。おすすめより来ました。仲良くしてください。はいはい、サランさんいらっしゃい。いや、別に何の話もしてないよ。なあ、全然応募ねえな。びっくりするよね。企画倒れにも程があるでしょ。草も生えねえわ。応援してる、ありがとう。花火ありがとう、解放。そうそう、いいアイディアでしょ。いや、だけど、誰も名乗り出ないんだよね。誰も名乗り出ないんだよ。びっくりするでしょ。誰も名乗り出ない。びっくりするわ。花火ありがとう。ああ、全然いいよ。まあ、俺のことフォローしてる人が最低条件かな。フォローしてる人限定。奥いいの？奥入れる？あ、わかった。解放ありがとう。じゃあ解放花火投げてくれたからデカ文字ね。ひらがなで解放だけだよ。解放。オッケー、ありがとう。解放ね。オッケー。今、書いたよ。誰かいます？他に。名前載せたい人は言ってね。キャプっておこうか。はい、ありがとう、もよこ。もよこさん、ありがとう。もよこ。ああ、お願いします。おっくん、ありがとう。フォローしてる人限定ね。おっくん。はい。サラさん、ありがとう。サラさん。はい。ヤノラッキー、コピペ。ちょっと待ってね。ヤノラッキー。ヤノラッキー。ヤノラッキー、ローマ字出ないな。ちょっと待って。ヤノ、ヤノ、ヤノ、LUC。LUCKY と。これで OK？ ヤノラッキーで OK？ 合ってる？ヤノラッキー間違ってない？ヤノラッキーで。OK。メガホンありがとう。ありがとうねー、みんなアイテム。大丈夫？ OK。スペル間違いとかあるから、プリントこれでしちゃうからさ。どれくらいジャンル作ろうかな。花火と大花火作っておくか。こんな感じか。はいよ、オッケーオッケー。いらっしゃい。
爆の始まったばっかりだからな、閲覧集まんないの普通だろ。だってもう俺10時間配信やった後だぜ。10時間配信やった後だもん。あ、トシさんありがとう。トシさんありがとうございます。花火ありがとう。ひらがなでトシさんね。了解です。いきます。解放の横に、ちょっと待ってね。ありがとう。ひらがな、あ、カタカナか。トシさんありがとう。トシさんありがとう。頑張ります。背負いますね。トシさん、あ、トシ、あれなんで出てこないんだ。トシ、あれカタカナないの、なんで、あれ、え、なんでカタカナないの、え、なにこれ、あった、トシさん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。トシさん頑張るね。10時間配信やってまだ起きてるからね。まだ配信する気力あるからね。化け物でしょ。そう。ずーっと配信しゃべってずーっと脳休憩で10時間配信やったからね。休憩入れたっけな。休憩入れてないと思うんだよね。喉めちゃめちゃ乾くよ。もう4リッターぐらい飲んでるもん。だいたい一枠で、一枠で何リッター飲むか。一枠で4リッターだから多分、6リッターぐらい飲んでるね。おしっこめっちゃ出るもんな。アホだよね、アホ。まあでも喋るのは辛くはないよ。すごいよね。なんか膀胱おかしくなりそうだよね。何かしらおかしくなりそうだよ。なんか職業病でなんかになりそうだね。水飲みすぎるとなんかあるのかな。水飲みすぎてなんか病気になるとか聞いたことある。なんかちょっと不安なんだよね。え、ナナシちゃん司法試験受かってんの。くっそ頭いいじゃん。マジかよ、すげえな。そんな頭いいんだ。司法試験ってすごくない。賢だ賢。すげえな、司法試験ってすごいね。将来何になるの。賢がいるよ、賢が。やば。水中毒、まあ一応お茶とかだから大丈夫だと思うんだけど、水中毒はやばいよね。本当にやばいらしいよ。うん、水飲みすぎて中毒になるっていうのは聞いたことある。でもあれはあれでしょ、普通の水でしょ。昔からね、水分めちゃめちゃ取る方だから、喋ると喉が渇くんだよね。何かにお茶を10リットル以上一時飲むと水中毒って病気になる。あ、10リットルじゃならないだろうな、さすがに。毎日そんなに飲まないもん。水も毒になるってすごいよね。10リッターは考えられねえな。ずっと水飲んでるんだろうね。水水水って言ってんだろうな。すごいよね。水に中毒性があるっていうのはすごいね。あ、弁護士になるんだ。頑張ってね。すごいな。まあだからいろんな人がいるからね。今大学生とかかな。わかんないけど。何？司法試験が受かって弁護士試験みたいな2つ受けないといけないのかな。2つ資格取るんだよね、多分。司法試験が受かってさらに弁護士の資格を取らないといけないんだよね。すげえな。あ、大学生だ。いや、大学生でね、医者目指してる女の子とかもいるし、司法試験受かってる人もいるし、い
いやー、すごい人いっぱいいるんだよね。放送好きな人でもね、こうすごい人いっぱいいるから活躍してもらいたいですね。やっぱり日本を背負う若者だから。まあね、こんなアホな配信見てくれてありがたいよ。俺は全然賢じゃないから。服のサイズって何サイズぐらい作ればいいんだろう。そうなんだよね、在庫抱えないといけないかな、服は。それが大変だよね。おー、みつけ、こんにちは。楽しんでて。司法試験の後に約1年のお勉強みたいなのがあって、それ合格できれば弁護士バッジをもらえる。はあ。1年間勉強しないといけないんだ、弁護士専用の。あ、まあ司法試験受かるってことは弁護士受かるでしょ。それだけの学力があるんだもん。メガホンありがとう、丸さんありがとうね。どういうデザインにしようかな、 T シャツ。まあ背中はスペシャルサンクスとか、まあサポーターって書いて、みんなの名前ブワーって書いていって、どんなのがいいかな。どういうデザインにしよう。仮想枠見たりします？僕見ないっすね。大手も見ないぐらいなんで、枠は見ないです、基本的に。なんかあった？見ても5分と見れる配信ないからな、今。もう聞けないって感じ。もう、なんか、その、慣れ合ってるっていうか、慣れ合ってるとも違うんだけど、本当に雑談ができる人が本当に少なくて、最近。もうすぐブラウザバックだよ。もう常に喋ってたりとか、常になんかこうラジオ的に聞けないから、もう YouTube ばっかり見てる。アメラぐらいじゃないかな、すげえ面白いと思って腹抱えて笑ったの。今年一番面白かったアメラだね。まず雑談できない人が多すぎるんだよ。俺は黒だね。もうあのカラーは選ばせない、黒。黒に白文字。アメラってね、アメリカ人なんだけど、アイラのパロディーをやったの。すげえ面白かったよ。もう今年初笑いがアメラだったからね。爆笑したわ。頭おかしいなと思って。アメラは本当に面白いよ。アメラ最高。アメラ見たかった？タイムシフトにあるんじゃないの？アメラ。すげえ面白かったよ。黒 T シャツに白文字のデザインはまあ鉄板なんで、そこは変更するつもりないんでご了承ください。ガチャガチャしてる色とか入れたくないんで。肩にも入れたいな、マーク。な、肩にマーク入れたいね、両肩に。
いや、アメリカ人の枠をただ見ればいいだけ。アメリカ人の枠のタイムシフトにアメラって書いてある。あの、舐めるアメにアイラのラ。アメラなんて、アメラっていうのはアメリカ人のことだから。アメリカ人のタイムシフトにアメラって出てくる。腹抱えて笑ったよ。バカだこいつと。あれはアメリカ人のいいところ全部出てたな。だからサブカル好きなのとパロディ好きなのと、アイラのメイクするんだよ。もうどっからどう見てもアイラの。あれは面白かったね。あれは見た方が良かったと思うよ。アメラはすげえ面白い。そう、化粧のクオリティが半端じゃなく高くて、アメリカ人の顔でもアイラみたいな顔になるんだっていうことを証明しちゃったんだよね。アメ人の顔がアイラになってるよっつって、あれ面白かったよね。あれは笑うわな。あれはハイクオリティだよな。変なところにこだわるからな。でね、だんだんね、あの花火が上がってくると吐息が荒くなっていって、あの放送禁止コードが流れるんだよ。しばらくお待ちくださいっつって風景が流れるんだよ。今日何食べよっかな。声出して笑った。あ、見た、うん、あれはもう爆笑だよ。爆笑、本当に笑うよ。半端じゃなく笑う。よっさ、嘘、マジで言ってんの。本当によっさん強えよな、競馬。たまに引くんだよね。マジで言ってんの。 100? 引くよなあの人。ほんと競馬強いよね。マジか。え、何、万馬券引いたの。すげえな。バケモンでしょ。神回出したよ。いや、よっさんね、競馬ね、うん十万とか万馬券とかバンバン引くんだよ。だから定期的にね、大勝ちすんだよね。単勝に12万かけたの。勝負師だよな。あ、じゃあもう一点張りしたんだ。思いっきり振ったんだ。なんだろうね、競馬配信最近流行ってるよね。すげえな、100万勝ちは。笑うわ。強いな。いや、今日ね、美容室ね、行こうと思ってね、配信終わった後美容室ね、2つ予約して電話したんだけど、やっぱ日曜日はダメだね。まあ100万は羨ましいな、正直な。ウハウハじゃん。ウハウハ。うん。羨ましいわ。ニコ生でやってたの？配信は。ニコ生？仕事なんかどうでもいいっつうか、俺ら働いてねえかんな。そこは別に。もともと働いてないから。ニコ生だ。じゃあ今日もう神回だろうね。神回ですよ、神回。いいね。それはまあビビるよな。持ってるんだろうな。持ってるんですよ。100万かけたらやばい。100万当てたんでしょ。かけた額が100万ってわけじゃないでしょ。
いや、12万円が一瞬で100万円に化けたってことでしょ。すげえよ、まあ、宝くじで100万当てたようなもんだからな。競馬だけど夢があるよな、そう考えると。俺は競馬とか絶対弱いと思うんだよね。俺は安牌しか切れないタイプだから、勝負ドカンって張れないんだよね。リスナーさんでも結構予算に乗っかって大きく勝った人とかもいるんじゃないの。うっひゃーでしょ。うっひゃ、8倍ぐらい、8倍ぐらいか。8点何倍だろうね。単勝8点何倍。いや、パチンコは限界があるからね。まあ、勝って、もう本当に奇跡的に勝って20万とかでしょ。それはね、パチンコも廃るわな。昔は100万勝てる台とかあったけどね。なんとかドンキー。まあ、名前は馬主さんが決められるからね。面白い名前いっぱいあるよ。それこそね、予算とか馬主になりゃいいんだよ。金持ってんだから。ただまあ、馬はすげえ金かかるって聞いたけどね。もう馬を育てるのって人生かけないダメなのよ。馬主になるっていうのは本当の金持ちしかなれないから、だからステータスは。競馬好きな人は馬、馬主になるでしょ。もう金がとにかくかかるんだよ。そう、馬主は勝つっつっても G1 とか出れるようになって初めて、勝てる名馬を育てて、初めて種馬を作れるようになって初めて儲かるんだって。そう、種付けで儲かるから。数千万じゃ効かないもんね。あとはもう何百万毎月かかっていく、飛んでいくようなもんだから。本当の金持ちの道楽だよ、馬主は。いや、そういう世界よ。そうそうそう。俺のね、ライブハウスのオーナーが、馬主一回やったことあるんだけど、北島三郎さんと馬をシェアしたことがあるのよ。だから、その人から話聞いたけど、もうすげえ大変だって。その人は別に金持ちじゃなかったんだけど、親父が死んだ時遺産が入ってきて、300万だか600万だか入ってきたんだよ。で、こんな大金どうすればいいんだろうってなって、あんた馬好きなんだから馬主になってみたらっていう内縁の妻さんの一言で、ああ馬かみたいな、まあ親父からいただいた財産だから、まあ一発やってみっかみたいな豪快な人で。で、北海道に行って、まあ600万で買える馬どれって聞いてたら、まあこの子とこの子ですって言って、で、まあホテルに戻ったんだって。そしたら、ごめんなさい、あの馬ダメですってなって、なんでだよっつって、あの馬は走るよって言って、で、そしたら、実は、北島三郎さんが予約、あの馬どうしても欲しいって言って、ごめんなさいって言って、で、ふざけんなっつって、誰だ北島三郎って、会わせろっつったら、本当にサブちゃんだって。 もう次の日会いに行ったら、本当に北島三郎で、えぇって、本当にサブちゃんなのみたいな。で、サブちゃんが、なんだおめえ、これ気に入ったのかって言って、うん、この馬走るよっつったら、なんだ俺と気が合うなっつって、半分こで出そうって言って、そっから北島三郎さんと交友があったんだよね。ギャンブルはやるより元締めタイプ。ああ、まあ、賢いね。ワード2、何げさ。餌代とか、もう、調教とか、あと、育て方でもう、金がぶっ飛んでいくんだ、どんどん。すごいよね。ヒゲに油？油つかないよ。俺は多分ね、もし金があったら馬とか無理だね。不動産とかやりたいな。アパート経営とか。そういうことに使うと思うよ。金がもし種銭があったらね。事業に使いたい。まあでも不動産厳しいかな、今後。何がいいんだろうな。不動産厳しいよな。アパートはね、でもね、ちょっとね、空き家が増えていってるし、今やるもんじゃないかな。何が面白いかな、数千万あったら。大統領って何よ。募集来ないね。今のところね、T シャツに名前載せる人は、
海宝さん、としさん、もよこさん、おっくんさん、さらさん、やのラッキーさん、1、2、3、4、5、6人だね。あんまり人集まんなかったらちょっと、あれだな、なんか恥ずかしいな。6人背負ってなんか戦うって、お前どんだけリスナーいないんだよってなるもんね。株の売買は、微妙かな。株の売買で儲けるっていうのは微妙かな。なんか資産を寝かせるとか分散って、なんか円に何かあった時のリスクヘッジだって考えるから、パソコンの前で張り付いてデイトレードとかやりたくないんだよね。いや、少なすぎるでしょ、いくらなんでも。あいつ6人しかファンいねえのかよってなるでしょ。芸能事務所はダメ。権力っつうか、バックボーンが太くないとできないよ。工業系は難しいよ、力がないと。少ないね、びっくりするような。こんなに囲いいないの。6人しかいないの。これアンチ大歓喜でしょ。6人はい、ワード2、ブルックさん。あ、ワドリオダン背負うの？叩かれる、やめとけやめとけ、ブルックさん。叩かれるぞ。腹くくれてんの。ブルックさんは今後どの枠でコメント書いても叩かれるよ。うわ、ワドリオダン背負ったわ。勇気あるな。前回どんな悲惨な目にあったか知らないの？大丈夫、ブルックさん。いや、俺がいるから。俺船長だから。船長じゃない、団長だから。大丈夫？前回とんでもない全滅したんだよ。和同旅団名乗ったメンバー。本当に悲惨な目に遭うよ。その小手反省おったら。大丈夫？いいの？地獄を見るよ。本当に。あの団長が言うのもなんだけど。マジかよ。勇気あるな。不幸になるよ。心折れるよ。大丈夫？本当に。今なら取り消せるよ。本当に全滅したんだよ。壊滅したんだよ、和同旅団は。マジか、ブルック。勇気あるわ。すげえな。まあ、知らないんだろうね、多分。和同旅団がどうなったかを。いや、もう、前回フルボッコにされたんだもん。前回フルボッコにされたんだよ、和同旅団。え、ブルックのサムネ入れなよ、じゃあ。ブルックのサムネどっかで引っ張ってきて。ありがとう、ブルック。大事にしよう。今回ブルックは殺させないから。ブルックがいなくなったらもう和同旅団終わりだよ。マジかよ。旅団が現れた、旅団が。すげえ。ねえ、ヤナラッキーとか知ってるもんね。和同旅団がいかに残念な終わり方したか。まだ生き残ってたか。すげえな。あの T シャツの背中にリスナーさんのコテハン入れる企画やってるんで、もしよかったらね、コテハン入れたい人は名乗り出てください。今6名です。名前入れてって言ってね、名前入れてねって言って、よろしく。はい、ブルックいらっしゃい。おかえり。ブルックって渋いよね。ワンピースの数あるキャラクターの中でブルックを選択するって渋すぎるよね。いくらからですか？無料でできますよ。はい、無料でできます。文字の大きさが変わるだけです。 T シャツに名前入れるのは無料。 T シャツ自体は有料ね。
だからもし、名前入れたい人、いたら、書いてくだ、言ってください。これ背景の色とか変えられんのかな、文字の。文字の色って変えられんのかな。変えらんないか。名前入れてーって言うだけ。T シャツはね、値段はまだ決めてない。業者と打ち合わせてないから、デザインをね、まずこっち側で作って、後で名前が、募集が全部終わって名前が決まったら、T シャツいくらになるよっていう。別に T シャツ買う買わないは別ですね、自由です。出た。ダバダバ出た。しかも本垢の方で来た、今日。ダバダバ捨て垢の方じゃなくて本垢の方で来やがった。またいるじゃねえよ、こっちのセリフだよ。またいる。弟子から花火な、野坂さんいらっしゃい。アクセまだ作ってるよ。あ、久々。あ、アンコロ。あれ、変えちゃったんだ。俺、ギター持ってるやつ。ギターじゃんや。あれが好きだったんだよね。カメラの前のやつのアンコロのサムネ好きだったんだよね。また変えたんだ。これ知らないバージョンだな、アンコロ。あのさ、カメラ持ってる前のやつがすげえ。あ、まあでも、これもいいかもね。正面向いてるやつ好きだった。マスクかな。マスクつけなくても美人なんだからいいじゃん。正面でね、せっかくだから撮ればいいのに。アンコロいらっしゃい。久々じゃね？キツネ枠見てたかどうかわかんねえからさ。
今ね、あの T シャツのデザインをやってます、背中にねリスナーさんの名前を背負っていくんで、花火だと文字がでかくなります。まあファンタスティックグレートと普通の花火の3段階アイテムもらえたら、でまあ普通に無料でもできるんで、あのもし名前載っけたい人はぜひ声かけてください。名前載せろっつって、一応解放ね、ありがたいことに花火くれたからデカ文字ですね。ちょっと文字のバランスはこれでいくかどうかわかんないけど、 T シャツ捨て頃用に T シャツ作ってます。まあアンチでも全然構わないよ。アンチは赤文字とかいいかもしれないよね。捨て頃の時に来て入場しようと思って、まあ相馬戦えないと思うんだ多分。脱いじゃうことにはなると思うけど、リングインまでは着ていきたいなと思って。うん、施工の時に着る。あとはグッズで販売するね。ボクシング裸かどうかは分かんないけど、俺は裸でやりたくないから、だらしない体だから、一応服着させてっていうのは脱身しようと思ってるけど、やだろ、ケムグジャラの裸のおっさんが殴り合うとかやだろ、絵的に良くないよ。バンにはならないとはいえさ、自分で見たくないもん。そっちの方が黒歴史だ、ポヨンポヨンの体でさ、バド許可取ったよって、今回服脱いでいいよって、ツイキャスに許可取ったよって言ったけど、そんなん服着た方がいいに決まってんじゃねえかよと思って、朗報じゃねえわ。おカズいらっしゃい、うん、いやーもうあと4ヶ月だよ、腹筋割れるかな。いやそっちの方が黒歴史でしょ、だらしない裸で殴り合うんだよ。勝ったとか負けたじゃないよ、リングインした時点で負けなんだよそんなの、うん。4ヶ月で腹筋割るの相当厳しいよ。だし腹筋割るのって減量必要だから嫌なんだよな。ただでさえトレーニングきついのに減量なんて、さらに追加なんて嫌だよ。カズ名前入れてよ、名前。やだ。T シャツ今作るんだけど、名前入れないの、みんな。名前入れる人声かけてね、追加するから。腹を減らすっていうか、体重落ちるんだよね。いや腹筋割るってことは腹の脂肪全部取るってことだから、入れる。はいはい、アンコロ了解。ちょっと待ってね、アンコロ、あ、いいよ、ありがとう。アンコロありがとう。アンコロここね。ちょっとね、ローマ字とのバランスとかカタカナのバランスとか後で変えるから、ここの順番は変わるからね。今メモね、これ。まあ文字の大きさとか大体バランス取っていくから、これで。うん。アンコロ、合ってるね。OK。今日のんちゃんずっと寝てる。いつも寝てる。っていうか、まあ聞かなくてもわかるでしょ。寝てるよ。あいよ、カズありがとう。カズ花火ありがとう。あいよ。じゃあカズデカ文字ね。はい、花火。花火はここ。あれ。なんか文字でかくね。18、どれくらいかな、これくらいか。あ、いいよ、年数みたいになってるね。解放年数って人みたいになってる。これ順番考えないとわけわかんなくなるね。解放年数さんがサポーターみたいになってるね。ロングスリーパーっていうか、本当にずっと寝てるんだよ。フルネームみたいになってるね、解放年数さん。筋肉っていうかね、実はね、まあ耐えるのもそうなんだけど、
そのピーカブーのこういうねフックガードがあるのよ。こうかがみこんのウィービングでねこう曲がってここでブロックするの、そうグッてかがみこんでグッバンって、そういうのがあるの。数何月だ、もうそろそろ生まれんじゃねえの。男の子だっけ、もう生まれるでしょ。つわりとかはもうないのか、つわりはもうとっくにねえよな。つわりとかあったの、女の子か。多分私は死にます。あ、来週生まれんの？来週なの？何私は死にますって。マタニティブルー。何私は死にますって。縁起でもないからやめなさい、そういうこと言うの。いや、そうなんだよ。なんかさ、リア突した時にさ、あのなんか太ったなと思ったけど、女の子だから、数女子だから言えないじゃん。お前太ったとか、旦那さんとな2回ぐらい飯食ったことあるの、旦那さんと数と。太ったな数と思って。いや、あんころなんか出産してるからアドバイス聞いたらいいよ、うん、まあ緊張するよな、出産は男には分かんねえかんな、怖いよな。まあアンコロは産んでるでしょ。アンコロに聞いてごらん、先輩に。あ、陣痛で吐くんだ。もうわけわかんねえな。まあ命が生まれるんだもんな。すげえよな。頑張れよカズ。来週か。母ちゃんになるのか。うん。なんか二人目とか楽になるって聞くよね。二人目、三人目は。無痛に逃げることにした。無痛っていうのがあるんだ、今。まあ、お医者さんと相談してね。無痛ってあるの？麻酔をすんの？いや、もう生まれたばっかりの子に影響あるんじゃないの、わかんないけど。まあまあ大変だもんな。まあまあまあ、そこまで俺が口出す問題じゃない。頑張れ。うん、女の子か。まあ多分和道の和に子供の子で和どこだな。和どこ、和どこ、和どこって呼ぶか。和どこだな。無痛もあるんだ、陣痛来ないやつ。でも出るときは痛いって聞く。はあ、はあ、あ、お尻裂けるって言うよね。はいはいはい。お尻が裂けるの意味が分かんないけど。お尻縫うって言うよね。アメリカはほとんど無痛分娩。DVD 見ながら産むの、マジで。いや、和どこ、和どこ、俺らの和どこ。カズの子は和どこでしょ。お尻の位置まで避けるんだ。いやいや、言わない？ヒロさん。俺の母親もなんか切ったって言ってたもんね。うん、お尻まで避けたのか。え、何？お尻の穴まで避けたってことか。そういうことか。すげえな。マンナムさんありがとう、メガホン。お尻は避けない。ほうほうほう。いや、避けるのは普通でしょ。まあ、よくあることだよ。まあ、大丈夫だよ。くっつくから。
俺の母親も俺産んだ時避けたっつったもん。まあまああんま不安にな、怖がらせるなっつうか、なあ、そうだよ、やめようぜ。ウイザンだよみんな。だからアドバイスしてやれっつって、アンコールもアンコールで大丈夫だよとか安心させるかと思ったらどんどん怖がらせるからさ。じゃあもっと大丈夫よって言ってあげんのよ、こういう時は。頑張れば大丈夫よって、生きてるからっつって。ねえ、金魚鉢いらっしゃい。大丈夫だよ。いや、根性ないの知ってるよ。まあ痛みはないだろうね。もうヘトヘトでもう疲れ切ってるだろうね。2ミリくらいでいいんで、名前同じ。あ、ありがとう、バンナムさん。バンナムさんからいただきました。カタカナでバンナムさんかな。ありがとう、バンナムさん。背負うよ。ありがとうね。じゃあ、ちょっと待って。アンコロとヤノラッキー、ローマで続いてるから、ここに入れさせて。ありがとう、バンナムさん。バンナムさん。ありがとう。そう、バランス後で変えるから。はい、ただいま、お帰り。産むときアドレナリン大量に出るから大丈夫。あ、そういうもんなんだ。巨大なうんことか言うな、お前。子供を巨大なうんことか言うな。まあそうだよね。我が子を見たら全部吹っ飛ぶって言うもんね。これはもう女性にしかないね。最高にね、楽しい瞬間だから。まあまあまあ、ね。まあ死ぬかもしんねえけど。今までありがとう。麻酔の医者はベテランのジジイが出てきて全く痛くありません。へえ。今は無痛分娩の時代ですとか言ってた。おお。陣痛が痛いんだ。まあまあまあ、経験だよ、経験。ありがとう、のまいのある。バーガーありがとう。のまいのある、ありがとうね。よいしょ。ここに入れようか。よいしょ。ちょっと待って。のま犬。はい、深みいらっしゃい。バーガー10個ありがとう。ゲロした。あ、ヒロさん女なんだ。ドット R ないから、のまいの R これでもいい。のまいの R さ、これでいい。のまいの R でいい。これ、点入れるとややこしくなるから。やだ。点入れてほしい。こだわりある。のまいの R じゃダメ？これじゃ。ちょっと本人の許可。のまいの R って。これでいいかどうか。いい？ OK。名前のある了解。え、何？配信を見ながらって、俺の放送を見ながらってこと？もしくは、サノッチの放送を見ながら。それ面白いな。それさ、もうさ、もう配信見ながらじゃなくて、電話かけてこいよ、もう。LINE つなぎっぱで、俺が実況するよ。俺、応援するわ。それどう？カズ。カズが痛い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 とか言ってて、それ LINE 通話でやんない？俺が記録してやるよ。どう？思い出作ろうよ。伝説。俺がもうずーっと頑張れガス頑張れいけるって放送で LINE で通話しながらどう？あー、綿棒さんありがとうございます。女なんだ。一人産んでるんだね。誰が入れてくれるっつったっけ？ああ、バンナムさんありがとう。ロムセンさんもね、パパじゃないけど、それ面白いじゃん。綿棒さんありがとうございます。ぜひぜひ。一応ね、フォローしてる人が条件だから、フォローしてね。一応、フォローしてないのに名前載せる気はないから、さすがににわかすぎるじゃん。だから、フォローはしてよ。フォローが最低条件ね。あれ？綿棒。フォローしてなかったらダメよ。フォローしてないのに背負うの嫌だから。BOW。今日はね、ちょっと、あ、カルン待ってね。カルン待って。ちょっと、ゆっくりね。BOW。綿棒さん、これで合ってる？綿棒。うん、フォローよろしくね。背負うかんね。綿棒さん、ありがとう。あ、カルンありがとうね。カルン花火ありがとう。ハート花火ありがとう、カルン。ハート花火ありがとう。カルン。花火枠はこちらです。カルン。
ひらがなカルン、オッケー、カルン。海宝利和カルンさんね。海宝利和ってここの並びいいよね。海宝利和カルン。外人みたいになったね。はい、よろしくね、綿棒さん。はいはい。オッケーかな？今のところ、漏れてる人いない？私の名前ねえよってない？大丈夫？今日喫煙じゃないよ、ケンタンメン。いらっしゃい。楽しんでってね。あげちゃんもいらっしゃい。オッケー、綿棒さん。よろしく。うん。よろしくお願いします。背負いますよ。背後の時着るんで。何が起こるかわからないから、配信見てる時一番落ち着く。時間帯だけ LINE ちょうだい。あの、前の日とかに、私は今から産むよって。うん。ね。いやいや、こちらこそありがとう、カルン。ありがとう、ありがとう。でも、だんだんね、あの、それっぽくなってきたね。それっぽくなってきたね。で、あの、グレート花火、どれくらいの大きさにしようかな、文字。グレート花火、大花火じゃなくて、グレート花火が、これくらい？もっとでかくしようか。30、これくらいにしようか。で、ファンタスティックを投げてくれた人は、特別枠だから、これくらい？でかいでかいでかい。でかすぎるわ。やりすぎ。やりすぎだな。ちょっと待ってね。どれくらいだろう。48。うん、これくらいかな。これくらいでいいか。この大きさでいこう。ちょっとまだね、ファンタスティックとグレイとかないから。まあ、バランス取りながらね。花火で名前入れ、いや、無料でも入れるよ。うん。ただ、花火師さんはやっぱ優遇しないとダメだから、まあ、花火はこの大きさ。今のところね。で、無料だとこの大きさ。だから名前入れてって言って、あの、まあ、アイテム添えるか、無料でも、どっちでもいいよ。うん。以上、リスナーさん背負ってリング上がるっていうコンセプト。まあ、頑張れよ、カズ。その不安も後で、あれだよ、覚えてに変わるよ。以上で、ね、以上、ありがとう、キンチョールさん。花火ありがとう。キンチョールさん。カタカナね。キンチョールさん。よいしょ。ありがとう、キンチョールさん。よいしょ。ちょっと待ってね。キンチョールさん。オッケー。ありがとうございます。海宝利和カルン、キンチョール。オッケー、いいね。あざまーす。以上、フォローが最低条件かな。フォローが最低条件。ありがとう、ケンタンメン、花火。ありがとうございます。ケンタンメン、花火、ありがとう。よいしょ。ちょっと待ってね。ケンタンメン。ケンタンメン、ひらがなか。よし。T シャツの背中に背負います。ありがとうみんな。花火じゃなくても入れるからね。あの、入れてほしい人言ってね。背負ってリング上がるから。これでもいいでしょ？リスナーさん背負ってリングに上がるっていいでしょ？これ。そしたらさ、いや、なんかね、その、花火くれた人だけ、その、グッズに名前入れようって言ってたんだけど、俺が。よくよく考えたらなんか、そしたら背負わないのかよって、無課金税背負わねえのかよと思ったから。だったらさ、名前入れるのはタダで入れてさ、まあ、花火師さんはさ、やっぱ大きくしないといけないから。それでまあ、T シャツ買う人は買えばいいかっていうことで。そしたら自分で着る花火で背負えるから。一応こういう考えで行った。ねえ、面白いよね。リスナーさんがリングインした時にさ。うん、まあ、脱がないといけないのかどうなのかわかんないけど。まあ、ボクシングルールだから、インナーぐらいいいと思うけど。カリュウさんメガホンありがとう。あ、あのね、違う。黒地の T シャツに白で入れる。文字は。うん。暑いよね。そう。で、同じ T シャツ欲しいっつったらさ、同じの郵送しておくから。あ、初友さんありがとう。グレート花火ありがとうございます。ハストモさん、今企画やってて、ありがとう、ハストモさん。あのね、T シャツを作ろうと思って、まあ、ロゴとかデザインとか全部自分が決めるんだけど、背中に、スペシャルサンクスとか、スポンサーとかリスナーってなんて入れるかわかんないけど、背中にコテハンブワーって書こうと思ってんの。で、まあ、花火の量によって、こう、文字の大きさ変わるんだけど、もしね、無料アイテムはこの、
無料で入れたい人はこのサイズで、花火はこのサイズで、もし入れたい人いたら言ってくださいね、名前入れてって、名前入れてって言って、うん、そう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 、背中にリスナーさんの名前背負って戦いに行こうと思って、うん。いやー、ハストモさんすごいよね。グレート花火ありがとう。ありがとう。ミノムシありがとう。いつもありがとうね。ミノムシさん、ここだね。ただね、ちょっとね、カタカナとローマ字とかバランス取るから、ちょっとね、順番は順不動になるからね。ちょっと今これはメモだと思ってください。ミノムシ。ミノムシ。海宝トシカズカルンキンチョールケンタンメンミノムシモヨコオックンサラヤノラッキーバンダムアンコロノマイヌアールメンボウ、うん、花見師の名前バレたって気をつけてくださいね、うん、アンチが叩いてくるんでね、気をつけてください、ハストモさん、うん、バンバン入れたれっつってね、うん、名前入れてって言って、名前入れてって、うん、名前が長くてごめん、名前長いとこういう時有利だよね、ヤノラッキーとケンタンメンは目立つもんね。キンチョールとかね。うん。目立つよね。いいじゃん。ケンタンメンはだってコテハンずっと変えてないじゃん。昔からケンタンメンじゃん。うん。オッケー、ハストモさん、ありがとう。ハストモさん、ありがとうございます。カリュウさん、オッケー。じゃあ、まずカリュウさんから行こうか。カリュウさんから行きます。ちょいっと。はい。カリュウさん。カタカナね。カタカナ、カリュウ。カリュウ、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 カリュウさん、カリュウさん OK ね、チェックしてね、ゴジラ辻よいしょ、 OK 了解で、ここにハストモさんよいしょ、ハセトモでかいねでかいね目立つぞこれハセトモってこれ目立つな、これは目立つな、うん、名前入れて OK、 腐った卵、腐った卵ね、 OK ありがとう、ちょっと待ってね、腐った卵、ちょっと順番ね、待ってね、コメントが腐った、卵、コテハン変えないでよ、うん、捨てコメントとかやだから思い出で、まあまあそれも思い出か、腐った卵さん OK かな、腐った卵さん OK かな、次いきます、誰がいる、初見さんいらっしゃい、うん、一応ねフォローしてない人はダメだから、腐った卵さんフォローしてる、フォローしてない人ダメよ、フォローしてない人背負うつもりないから、フォローは最低条件ね、うん、こういう時だけね、シャークレイも名前入れてもらえますか、シャークレイさんフォローしてます、あ、オッケーオッケー、シャークレイさんありがとう、シャークレイさん行こう、ありがとね、で、捨て頃以降フォロー外すような人はダメよ、なんか売名とかやだから、うん、ちゃんと応援してくれる人ね、シャークレイさん、シャークレイ、点入れた方、点入れないとダメ、点、ちょっと待って、点がね、半角の点あるのかな、しょうがないか、ノマイナール、まあしょうがないか、 OK、 シャークレイさん、シャークレイさんありがとう、 OK、 みんな、はい、エンビーこんばんは、お前なんかフォローしねえわ、はい、さよなら、はい、お前を背負う気はないわ、うん、腐った卵さんさよなら、なんでお前の名前俺が背負わないといけないんだ、フォローもしないやつ背負う気ねえわ、うん、T シャツは販売するの、するよ、うん、するよ、うん、あれっすよ、ハストモさんもう5発投げたらもっとでかくなりますから、こっちの方になりますからこっちの方に昇格なんで、はい、エンビー、こんばんは、 T シャツはまあまあ欲しい人がいたら販売します、
やっぱね、リスナーさん背負って戦うってかっこいいでしょ。名前目立ちますよ。もうそれはしょうがないです。もう花火師は目立つっていうのは宿命なんで それはもうしょうがないです。ありがとう、まこやん、風船ありがとう。キャブって画面出しといたら。あ、いいよ、別に。出しといても。ただまあ、これでね、喋ってても意味ないか。長谷友って これ目立つな。これくらいのバランスちょうどいいと思うんだよね。目立ちます、目立ちます。名前入れてほしい人は名前入れてって書いて。名前入れてって。あと誤字脱字ね。誤字脱字あったら指摘してください。捨て頃で着る時の入場の、T シャツを作るんですけど、黒字の T シャツにリスナーさんの名前を背中に入れると、入れようと思ってて。で、今募集してんの。だから名前入れてって言って、無料の人はここ。これくらいの文字のサイズ。で、花火はこれくらい。グレート花火がこれくらい。で、ファンタスティックはまだ一人もいない。ファンタスティックは超目立つと思うよ。アドさんの顔も映せ。あ、キャプレってこと？設定めんどくせえな。ちょっと待って。ちょっと待ってね。俺の顔、いる？映像キャプチャーデバイス。ちょっと難しいな。ちょっと難しいな。ファンタスティック2人で足らなくなりそう。まあまあ、そんなにファンタスティック投げる人いないから、うちは。あ、エンビーありがとう。エンビー、ANVY。ANVY。え？ ENVY か。BY。OK！ エンビーありがとう。エンビー入ったよ。一応ね、飾り文字はなしで。申し訳ないですけど。エンビーここね。ローマ字はローマ字で固めたいのかな。どうしよう。まあ、これでいいか。これはいつもね、まあ定期的に開催します。あ、みすけありがとう。あざます。みすけ。カタカナでみすけ。よし。いつまで募集とかはないよ、別に。名前が増えてきてよかったね。最初ね、一人もいなかったからもう終わりだと思って。もう終わりだと思ったけど。あ、いいよ。いや、みすけ、いいよ、別に。私投げてるんだけどって言って。いや、もう、で、ほら、だから個人情報だから俺も言いづらかったのよ。どうする？みすけ。どこでもいいよ。ここ行く？ ここ行く？要は私、トータルどんだけ投げてると思ってんのよって、ほら、匿名で投げてる人もいるから言いづらくて、グゼリー上手くなったね。私投げてるんですけどっていうクレームは受け付けます。はい。
すいませんって、私結構投げてるんですけどっていうのは、例えばカズとか、まあね、まあ誰って言いづらいけど、私投げてますって、上の方にランクアップしてくださいっていうのは、受け付けます。はい。受け付けます。はい。クレーム受け付けます。はい。会社名とか入ったらかっこいいよね。まあ、絶対ないけど。絶対会社名を俺に背負わせる勇気ある経営者なんかいないと思うけど。T シャツの値段はほら、原価がいくらによるかだから、うん。まあ、高くなるよ。7万とかだ。1枚7万とかですね。うん。株式会社ドワンゴが来たら面白いね。うん。過去の花火は適用。うん、だから難しいよね。うん、これからだね。過去の分は過去の分だから。うん。何もう投げないのアンコロ。そういう感じなの。もう俺のこと嫌いになったの。無課金税なの。まあまあでも、クレームは受け付けます、一応。お世話になってるんで、はい。私結構投げたんだけど、無課金扱いみたいなね、はい。採用するかどうかはわかんないです。過去の分は過去の分。投げて。グレードアップして。グレードアップ。なんて入れようかな。トップの部分になんて入れんのがいいかな。スペシャルサンクスとかじゃなくて、なんて入れようか。和道リスナーにする？ここのさ、紹介文字何にする？ここ。ここになんて入れんのがいいかな。なんかいいアイディアない？誰か。ここ。ネバーエンディングストーリー。全然意味わかんないでしょ。意味がわからなすぎるでしょ。ネバーエンディングストーリー。はってなるでしょ。ありがとうございます。じゃあ、ここに行かせていただきますよ。ありがとうございます。でしょ。ハスドムさん、恥ずかしくなくなったよ。友達できたよ、友達。ドン。あ、小さい。小さい。よいしょ。これが何文字だっけ ?36。ちょっと待ってね。よかった。長谷友さんが恥ずかしい思いをしなくて済むから、これで。仲間おるんやでー。いいね。目立つなー。これ目立つなー。まあ、いいんじゃん。ちょっとネバーエンディングストーリーだけやめない？全然意味わかんないから。YRN って何？よりな、なんだろう、リスナーダサ。あれ道リスナーダサいな。和道リスナーってなんか違うな。なんだろう、これかっこよくない？これかっこいいでしょ？より目立つって勝手に退院にされてるっていう。もう勝手により目立つにされて、もう旅団と同じ流れ。絶対滅びる。あ、ハス友さん来た。ありがとうございます。ハセ友さん、ありがとう。ついにハセ友さんここに来たか。ちょっと待って、ミースケ孤独になったから。今ミースケはグレート枠一人独占。ついにここに長谷友さんが来るようになったよ。ありがとうございます。ちょっと待って、ファンタスティックありがとうございます。ドンで、これでドンのドンでノンのドンでドン、60まだいけるかな。ドン、いけた。長谷友何これってなるよね。自分の名前みたいになっちゃってるね。長谷友みんすけ。目立つよ、これは。やっぱね、スペシャルファンタスティックスポンサーなんで、ここは。
もう俺がメインじゃないからね。長谷友さんめちゃめちゃ背負ってるじゃんっていう、うん、これちょっと面白いね。センターアイズ団、うん、ステゴロ2スペシャルサンクス、あ、いいかもしんないね。ステゴロ2、あ、ステゴロ2っていう名前が多分そう、あのベンゾさんの商標を持ってるからな。それはベンゾさんに許可取らないといけないから、ステゴロ2はちょっとあれだから、うーん、なんだろう。いや、こういう時に和道旅団は普通にいいんだけどね。普通にこれかっこいいでしょ。和道旅団は普通にありなんだけどね。こういう時にね、この名前が使えないからね。そう、使うと叩かれるから使えないんだよね、うん、そうそう、忙しいんじゃないの、日曜日だから、うん、ねえ、なんて入れようかな。スペシャルサンクスいいんじゃないの。スペシャル、スペシャルサンクス、スペシャルサンクスってこれだよね。これじゃダメ？これでいいんじゃないの？これでいいんじゃないの？ダメ？ダメかな？微妙？いいんじゃない？微妙？わかりやすいよね。そのまんま。ただ長谷友の破壊力が半端じゃないんだけど。長谷友はなんかもうザッカ濃いって感じだよね。薬とも、いや別に受け狙わなくていいんじゃないの、ここで。うん、和道ファイトクラブ、まあまあまあ、いろんなアイディアを待とうよ、うん、まあこれあれだからね、今回だけで打ち切ったりしないから、まああの全員バンバン言ってよ、どんどん。もしくはね、あの花火一発投げた人が上の方に来てもいいんだよ。あ、やっぱみーすけさん一人はかわいそうっつって、あと4発投げるとかね、うん、これ面白いね。ネバーエンディングストーリーワード、センスねえよ、ケンタンメン。なんなんだよ、そのネバーエンディングストーリーに対する異常なこだわりは。なんなん、なんなん、本当にそこのこだわりわかんねえわ俺、うん、まあよくね、バンドマンとかスペシャルサンクスって使うんだよね、うん、もっとね、無料の人にバンバン参加してブワーって文字埋めたいよね。ブワーって背中に文字埋め尽くしたいから、みんな頼むよ、無課金税頼むよ、無課金税。のんちゃんは、まあ、多分ね、鮫島さんがセコンドやってくれたら、こことは別枠に、セコンドは入れるよ。セコンド、鮫島さんとか。うん。まあ、のんちゃんも、何かしら入れとくよ。うん。あ、普通にさ、スタッフではないからな。ここ別にスタッフでいいんじゃないの？でっかく。勝手にスタッフにされるっていう。スタッフより長谷友目立つっていうのがちょっとじわるんだけど。こんな感じでいいんじゃないの？ダメ？スタッフではないか。微妙？スタッフじゃないもんな。スポンサー？スポンサー？スポンサー、スポンサー、スポンサースペル長えな。スポンサーとかダメ、うんうん、あ、ありがとう、ケイト。
ケイトね、ちょっと、肉感ロムレイヤーは入れらんないんだけど、ローマ字のケイトがいいか、漢字のケイトが入れたいか選んで。うん。ごめんね、一応ね、花火からになってるんだ、文字の大きさは。スポンサー生々しいよね。うん、まあ、スペシャルサンクスでいいか。一応、まあ、スペシャルサンクスで一応保留で。うん。ケイト、漢字かね、ローマ字か選んでほしいな。うん。一応、飾り文字禁止と、まあ、アットマーク以降は入れないっていう文字数の関係で。漢字で、了解。ケイト。ケイ。ケイ。うさぎ。ケイト。うさぎはこっちの方か。うん、どっちだ。こっちか。ケイト。了解、ありがとう。うん。横空いてるって何？横が空いてる？あ、みーすけの横？空いてるよ。みーすけの横空いてるよ。みーすけもなかなか目立つからね、これ。みーすけも、はせともさんも。一応、はせともさんぐらいの大きさはマックスかな。ファンタスティック枠、グレイと、通常花火、無課金。いや、バランスはすごいよ。だって、ここはバンって入るからね。もう、ザ・スポンサー枠でしょ。だって、1万円投げてくれてんだよ。それくらいやんないダメでしょ。まあ、バランスはね、最終的にこれはメモだから、俺がデザイン整えるから。まあ、ファンタスティック枠は、とんでもないことになるから、期待していいよ。うん。今のところこんな感じね。無課金の人、ブワーって100人、200人入れたいけどな。今のところ漏れないよね。みんな名前入ってる？大丈夫？名前入ってないっていう人いない？大丈夫？みんな。名前入ってない人、大丈夫ですか？今、いない？大丈夫？私入ってないんだけどってクレームやめてよ。知らねえよってなるから。大丈夫ね。みーすけは入ってるでしょ。入ってない。あ、入れたい人は、フォローしてるのが最低条件だけど、入れたい人、アマモちゃんいらっしゃい。アモちゃん。アモちゃん、入れたい？入れたい人は名前入れてって言ってね。あーも、あーも。ちゃんと。OK。アマモちゃん、OK。ありがとう。AMO、AMO、C、CYAN。アマモちゃん、ありがとう。名前入れて、地獄ワイフさん、フォローしてもらってますか？一応ね、フォローしてる人限定なんだけど、OK？ あ、フォローありがとう。地獄、ワイフ。あと、誤字脱字、チェックしてくださいね。地獄ワイフさん、ありがとう。サキンちゃん、ありがとう。ひらがなだと、ね、わかりやすいね。サキンちょ。はい、オッケー。増えてきたね。ありがとう、ありがとう。名前入れてーって言ってね。名前入れてーって。合言葉は名前入れて。うん。バランスがとんでもないな。バランスが。まあ一応どれくらいかな？うん、4月ぐらいに完成させるような感じで作ろうと思ってるんで。おい、ノンラブありがとう。ノンラブありがとう。ノンアットラブ。ノンだけでいいよね。ノン。
のね、アットマーク以降は入れないようにしてるんだけど、ノンラブって入れるか、ノンだけか、どっちがいい？ノンにするか、ノンラブにするか、選んで。アットマーク以降はね、入れないっていうルールだから、ノンでいいのかな？ノンラブにしようか。ノンラブありがとう。ありがとサンキュー。OK、漏れない？大丈夫？ファンタスティック、グレート、通常花火。OK。みんなチェックしてよ。ここ埋めたいよ、ここ。ブワーッと、この辺。ここも下まで行こうよ、下まで。ガツンと行こうよ。まだ空いてるよ。頼むぜ。デザインは俺デザインだからちょっとバンドっぽくなるよ。ありがとう。ラムーさん、ラムーさんフォローよろしくお願いします。一応フォロワー限定なんで。ラムーさん、LAMUU、 ラムーさん了解です。 OK です。ラムーさんありがとう。フォロワー限定。これでいいか。ステゴの時着ていいか。会場でも売るよ。まあ前もって販売するからね。これでね、ステゴロの会場で和道 T シャツ何人着てくれるかちょっと楽しみだよね。フォローありがとう。フォローありがとう。ラムーさん了解。ラムーさんも入ってるからね。スペル間違えてない？大丈夫？ラムーさん。LAMUU。L は大文字だよね。OK。ラムーさん。フォローありがとう。みんなを背負ってリングに上がるぜ。楽しみだね。表面のプリント、一応ね、ここにはロゴマーク入れるっていうのと、こっち側には和道って入れようと思ってんの。和道を、漢字で和道か、もしくは和道って、和道か。ん？和道か。和道って入れるか。バッチシ、了解。和道って入れるか、片方に和道って入れて、こっちロゴマークとか。で、表面には何だろう。表面はなんか、まあ、さっとしたデザイン。ダメ。クリオネはダメ。ごめんなさい。クリオネさんからのお願いじゃないとダメですね。クリオネさんが無許可でってクレームが来ちゃったらデザイン変えらんないんですよ。
クリオネさんからじゃないダメ。で、もしクリオネさんから名前入れてって言われたら、あの、アマアマちゃんの隣にそういうことはできるけど、勝手に名前使って怒られたりとか嫌だから、ごめんね、アマアマちゃん。一応ね、クリオネ&アマアマちゃんは無理だから、あの、クリオネさんの隣とかにすることはできるよ。それくらいの配慮はできる。そのうん、だからクリオネさんに言っといて、うん、仕事終わった後とか LINE とかで言ってもらえれば、うん、で完成ね、まあ、スペシャルサンクスでいいと思うんだよな。長谷友さんの破壊力、ミースケの破壊力、この二人の破壊力半端じゃないよね。パンチ力がすごいよね。長谷友みーすけガチ囲い感が半端じゃない。T シャツ表どんなデザインにしようかな。放送の時もね、なんかこう着れるようなデザインにしたいから、俺も普段着で使いたいから、サノッチネギできてるから寝巻きが増えて、あ、そうなんだ、配信者グッズは寝巻きにされやすいんだよね、うん、配信者グッズは。もうさすがに10時間超えた配信だから眠さがやばいよな。眠さが、うん、頭痛い。今日これくらいにしとこうかな。また随時やってこうか。まあまあ、あと23分で終わりにしよう。頭痛い。さすがにもう10時間放送だから、これで12時間放送だもんな。配信中毒だよ。病気だよ、病気。病気だよ。ありがとう、にゃこ。ありがとう。後マーク取った？オッケーオッケー、ノンラブ。ノンラブの方がいいじゃん。ノンラブ子って感じだよ。のんちゃんと被ってたからさ。ありがてえわ。ノンラブいいね。ノンラブいいんじゃない？配信もね、ノンラブ、ノンラブって呼ばれて、いい感じだと思うし。にゃこ、ありがとう。にゃこ。にゃこ、にゃこ、にゃこ。にゃこ。にゃこありがとう。花火あざす。にゃこも背負うよ。一緒にリングに上がろう、みんなで。一応ね、花火のあれで文字の数変わるんで、文字大きくしたい人は、これがファンタスティック大きさ、これが、グレート、これが通常花火で、これが無課金なんで、あの花火で、あの文字でかくしろと目立ちたい人は、あの、言ってください。あの、なんだ、あの、の、なんつうの、納品するまでに、あの、花火投げるたびに T シャツのでかくしろって言ってくれたら、あの、やるんで。で、あの、これよりもでかいのはちょっと難しいんで、あの、マックスこの大きさ、ファンタスティック以上はないと思ってください。一応、ちょっともう、長谷友さんが目立ちすぎてるし、うん。そう、あの、今花火の大きさで、変わるんですよ。だから、まあ逆に、いや私目立ちたくないから、で普段花火投げてるけど目立ちたくないっていう人はこの大きさにあえてできるようにしてるんで、
目立つよね、長谷友さんね。いや、逆に、目立たしたいっていう人は言ってください。ほら、誰が花火投げてるとかバレちゃったら嫌な人とかもいると思うんで、あえて無課金にしてる人とかもいると思うんですよ。だから、言ってね、それは。対応するから。どっちが試合に出るんだって感じでね。いいじゃん、スポンサー感がすごいでしょ。長谷友って何って思うでしょ。何長谷友 T シャツって。俺絶対楽屋で聞かれると思うもん。長谷友って何って。絶対聞かれる。これはダメだ。これくらい開けようか。一応配慮をして、今ね、バランス。誰が花火師さんとかバラしたらダメだからさ。それで、特に指定がない場合は無課金の方にさせていただいてます。まあまあ、まあね、スポンサーさんの醍醐味だからね。うん。長谷友さんってどなたですかって言われるよね。絶対ね。捨て頃見に来るんですか長谷友さん。絶対聞かれますよ、これ。長谷友さんって誰って言われるよ、絶対。捨て頃見に来んのかな長谷友さん。絶対聞かれるよね。絶対そうなりますよね。多分ね、長谷友ミースケ T シャツって言われると思うよ、これ。今のところこれ完全に長谷友 T シャツでしょ、これの名前。長谷友 T シャツだよね、これ。酒屋さんみたいだね。長谷友っつって。長谷友ミースケ T シャツだよ、これ。おはよう、ヒトラーさん、おはよう。酒屋さんみたいだよね。まあ一応字体とかは今適当な字体だけど、デザインとかかっこよくするからね。名前のそのテンプレートのデータだけ作ってる感じなんで、名前入れたい人はぜひぜひ声かけてください。名前入れてって、名前入れてねってコメント書いてください。サノッチの T シャツってどんなデザインなんだろう。まあ、ちょっと俺のだからバンドマンっぽくなるよ。俺の T シャツは。デザインに対するクレームは受け付けません。一切受け付けません。眠気がやばい。のんちゃん今日何食べたい？スルメ1個ちょうだい。え、あのスルメもう食べたの？すげえな。ファンタスティック上がったぞ。え、どこで？ファンタスティック上がってなくない？エフェクト来てないけど。え、ファンタスティック上がってないよね。え、上がってないんだけど。え、どこで上がった？え、バグ？ファンタスティック上がった？上がってないよね。え、まさきさん、ファンタスティック上がったって何？上がってないよね。え？え、何まさきさん。ファンタスティック上がったって。上がってないよね、みんな。え？バグ俺だけ見えてないの？え、上がった？どこ？え、長谷友さんのじゃなくて？え、長谷友さんのファンタスティック？あ、違うよ。あれだよ。あれ、放送って見たらその瞬間にパンって上がるのは過去上がったやつが上がるんだよ。で、今来たんでしょ？まさきさん。違うの。ふわっちって仕様が変わって、その、花火以上かな？花火は枠が入ったらバンバン上がる、その過去に上がった分が見えるようになってんの。そういう仕様なのよ。だからあれでしょ？初友さんのやつでしょ？今ログインしたんでしょ？多分。俺の放送に。だからそれ過去のやつよ。
上がってないよね、みんな。そう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 。だから今 T シャツのデザインこんな感じだから。笑うっしょ、まさきさん。長谷友さんこのサイズだから。協賛感が半端じゃないでしょ。長谷友っつって。ガチ囲い感、漂うガチ囲い集。うん、面白いでしょ、うん、ですね、ちょっと、今から説明をしますね。捨て頃の時に、T シャツを作ります、私。捨て頃の時に T シャツ、入場する T シャツ。で、グッズを作ります。で、デザインはここに和道って彫ったり、ここに和道のロゴマーク入れたり、まあ、表面のデザインは自分で考えます。で、リングインする時に背中にリスナーさんを背負いたいんですよ。リングインする時に背中にリスナーさんを背負いたいので、この大きさ無課金でも名前は入れます。花火とかアイテムしなくてしないとこのサイズ OK だから、無料でも名前載せてって、和道さん私リング入れてとか、俺もリング載せろっていう人は名前入れてって言ったらこういう風に名前入れます。で、花火一発だとこの大きさです。 OK、 花火一発で、花火五発はこの大きさで、こう、ここまで目立っていいよって、俺は囲うぜっていう、もう勇気ある人はここ10発です。これが10発の大きさね。で、これが5発の大きさ、これが1発の大きさ。 OK で、まだこんな感じ。これは無課金の大きさだから、まあ選んでください。で、例えば今はここにあるけど、まあ多分2ヶ月ぐらいこれを募集するんで、例えばまあ通常枠で花火投げてる時に、あれ T シャツをでかくしてって言ってくれたらどんどん上に行くんで。ただね、さすがにね、ファンタスティックは何人も3人か4人かとかしかデザイン上無理だと思うから、早め早めでちょっとデザイン上もう無理だわってなっちゃうんで、全員この大きさになったらね、せっかくファンタスティック投げた意味ないんで、その辺はやってください。スズリ屋で作ってもらった。ああ、そうなんだ。スズリは T シャツね、スズリでは作んないかな。ちゃんと作るんで。ルール分かったら手挙げて。 OK、 みんな分かった。これがファンタスティック10発分、これがグレイト5発分ね、花火5発、これが花火1発分で、これが無課金の大きさ。 OK ですか？分かった。 OKOK、 で、ほら花火師さんでさ、匿名で投げてる人もいるから、その人をさ勝手に上にするわけにいかないんで、そういうのはコツで連絡ください。私花火師なのバレたくないって、こうなっちゃうんで、長谷友ってなっちゃうんで、ちょっとなんか和道の花火投げてんのバレたくないんだけどとか、いろいろあるじゃん。まあそういう感じです。で、ぜひぜひ名前入れてって書いてくれ。で、一応フォロワー限定ですね。なんだかわかんない売名とかを背負いたくないんで。 OK、 よかったよかった。そう、なんだかわかんない、なんか普段見てない人とかさ、なんで名前背負わないといけないんだっていうのがあるんで、一応フォロワー限定っていうことで、よろしくお願いします。まあでもね、リスナーさん背負ってね、リング上がりたいからね、まあ目立ちたい人はもうぜひぜひファンタスティックをファンタスティックをよろしくお願いします。ぜひ。そういうこと、そういうこと。だんだん掴んだコンセプト。だから、まあ名前も普段載ってる人はでかくしてとか言ってください。お前は誰だ？俺だよ。俺の枠だよ。和道だよ。一応ね、なんで私の名前載ってないのとかやめてね。話聞いてねえなって。
あ、話聞いてないやつね。なんで私の名前載ってないの、和道さんって。もう2年も見てるんですって。話聞いてねえだろうって怒られるからね。わかる？たまにいるでしょ、うん、お皿洗ってたんで聞いてませんでしたとか。知らん。言え。コメントで名前入れてって書いてね。なんで僕の名前載ってないのって。うるさい。話聞いてねえだろ。入れるか、そんなもん。朝から大変だなぁ。そうだね。バーベキューンさんいらっしゃい。いい答えはんだね、バーベキューンって。野菜でね。一応締め切りどれくらいにしようかな。2月の末とかにしようかな。2月末ぐらいに。あ、超頭痛いな。のんちゃんご飯何食べる？どうしようね。まあまあスーパー行ってもいいし、なんか考えよう後で。うん、今減量はしてないよ。ガンガン飯食ってる。ガンガン運動して。すべての女リスナーをブロックしてるから女のコメント見えない。尖りすぎでしょ。何、女っていうだけでブロックしてんの。こういう頭おかしいやついるんだよな。なんで女リスナー全部ブロックしてんの、マルさんは。何やってんの。アホでしょ。女リスナーのブロックしてんの。女嫌いなんだ。尖ってるな。まあいいんじゃないですか、自分の自由で。うーん。え、バーベキューとか男か女か分かんないじゃん。男か女か分かんない人はどうすんのそれ。尖ってるな。尖りすぎてるわ。和道リスナーっぽいな、なんか。和道、漂う和道リスナー感。すごいよね、なんかね。頭おかしいわ。最近儲かってるのは何があった？いや、何もない。なんで、俺もなんで花火もらえてるか分かってない。この枠は一応ね、こういうスポンサーのね、スペシャルサンクスで花火上がったらっていうことで、この枠で花火上がるのは分かるけど。バーベキューの場合は入れてない。サムネで判断する。ああ、あの名前ね、 T シャツに名前入れたい人は声かけてください。よろしくお願いします。花火の大きさが、これがファンタスティック、これがグレート花火、これが通常花火、これが無課金です。この大きさの基準です。よろしく。頭痛い。いや、本当になんか頭やばいな今日。ガンガンする。ガンガンする。薬開けようか。いや、いい。薬飲まない。薬怖い。うん、37歳男なんだ。おっさん、おっさんだったバーベキュン。可愛い言葉なのに、バーベキュンっていうなんか、すごいセンスあるのに、女子力高そうなのに、思いっきりおっさんだったっていう。うん、じゃあ、あれだね、丸さんの、想像は当たってたんだね。いや、12時間配信で喋りっぱだからね、頭おかしくなりそうだよ。でもなんかさ、昨日がデイリー9位、一昨日がデイリー9位だったから、今日さ、メガホンとかもし投げてもらったらデイリー5位ぐらいに入りそうだから、もしあれだったら、あのアイテムいただけるとすごいありがたいっす。メガホンさんとかいたら、なんかこの T シャツの企画とは関係なく、なんか応援、アイテム応援してくれる人は匿名でぜひ投げてください。ピッチピチ？ピッチピチもクソもないでしょ。37年間生きてきてピッチピチとかありえないでしょ。うん、
ありがとう、初友さん。わ、すげえ、メガホン725個と、メガホン39個ありがとう。ミノムシさん、いいの？こんなために食べたやつ。いや、今日なんかデイリー取れそうじゃない？すげえ、725だって。ありがとうございます。初友さんもありがとうございます。すげえな。ありがとうね。デイリー、キュウリって言ってた、俺。今、キュウリって言ってた。だから、バーベキューに釣られたんだよ。デイリー、キュウイね。キュウイ。疲れてるね。デイリー、キュウリって言ってた。オワコンでしょ。ありがとう、バーベキューさん。メガホン33個ありがとう。わあ、200個、メガホン100個ありがとう。いや、メガホンはね、本当に強いんだよ。マンスリーとかデイリーにすげえ反映すんの。メガホン師さんのおかげなんだよ、ほんと。花火師さんとアイテム師さんの。ありがとうございます。ワドリスだ、ワドリス。うん、そうだよね。ワドリスナーだよね。どっからどう見ても漂うワドリスナー感だよね。うん、初友さん、もうちょい大きくしてみようか。うん、ドーンっつってね。もうこれでいいでしょ。あ、もうこれでいこう。うん、これくらいの大きさでいこう、もう。初友さんは。もうでかくいこう、でかく。ちょっと大きくしてみました。さっきのサイズはこれだったの。でもさ、もうさ、ここまで来たらもう関係ねえからさ、これでいこうよ。これで。うん。長谷友 T シャツ。長谷友 T シャツでいこう。うん。いやー、やめてーっつって。ちょっとじゃあサイズダウンしとこうか。本人からやめてーって言われた。これ以上目立ちたくない。よいしょ。頭ガンガンするな。一郎さんワード2バーガーありがとう。いや、俺は大丈夫ですよ。ここに、俺はフロントで、その、ここにワードって入れたり、ここにデザイン考えるんで、俺らしいの。まあ、背中は大丈夫ですよ。メガホンありがとう。イチローさんメガホンありがとう。ガローさん284個ありがとう。ココロさんありがとうございます。ハートありがとう。ケジャンさんこんにちは。ちょっと待って。もしかして名前入れたい？名前入れる人いるんだったら延長するけど。名前入れる？名前、ちょっと2分じゃ足りない。名前入れる人いる？名前入れてって書いてね。名前入れてくれる人。T シャツに。名前入れてって書いてね。延長すっか。今来ちゃったな、5、6人な。いない？大丈夫？いないんだったらこのまま終わりにするけど。入れたい？ OK。フォローしてる人、フォロワー限定だからね。これよく読んどいて。うん。はい、アマオムちゃん、ありがとう。じゃあちょっと延長するわ。バーベキューンさん。ありがとう、バーベキューンさん。ありがとう。フォロワー限定だよ。バーベキューン。バーベキュン。バーベキュンさんありがとう。カタカナだよね、全部。バーベキュン。オッケー、バーベキュンさんありがとう。ココロさんありがとう。ケジャンさんありがとう。まず、ケジャンさんから行く、ココロさんから行くか。KOKORO。KOKORO。ココロさんありがとう。次。ちょっと待ってね。ケジャンさん、ケジャンさん、カタカナ。ケジャンさん、ありがとう。よいしょ。ケジャン、ケジャンさんね。ケジャンさんはカタカナ。ケジャンさん、ありがとう。たくみさんはね、スタッフだから特別枠で入れるよ。ケジャンさん入れた。あ、ジョージャクちゃん、ありがとう。ちょっと待って、ジョージャクちゃん花火くれたから先に入れるね。ジョージャクちゃんありがとう。ジョージャクちゃんでしょ。ケジャンさんバーガーありがとう。ケジャンさん入れた。ココロさんバーベキューンさん、ココロさんバーベキューンさん、ケジャンさん、イチローさん、イチローさんありがとう。イチロー
匠さんはね、スペシャルサンクスの中でも、マネージャー枠で入れた方がいいでしょう。匠さんはね、別枠でね、入れようと思ってんだけど、匠さん別枠と、別枠でいい？匠さんはもうスタッフさんだから、別枠で入れようと思ってたの。普通にリスナー、そう、扱い、マネージャーさんだから、リスナーさんで入れない。要は、ファミリー枠で入れる、ファミリー枠で。内側っていうか、なんか表面にのんちゃんとかさ、まあ、例えば、スタッフの特別欄作るから、そっち側に入れる、たくみさんは。ちっちゃい方でいいの？ジョージャクちゃん。目立ちたくないんだ 小さい方がいいの？オッケーオッケー。花火くれたのに、オッケー。よいしょ。ちょっと待ってね。小さい方がいいな。せっかく花火くれたのに。多分、和道に花火投げてるってバレたくないんだ。ジョージャク。ジョージャクちゃん。はい、ジョージャクちゃんこっちに入れたよ。ありがとう。一応ね、花火の大きさは、ファンタスティック以上、まあ、グレイと、通常花火枠。で、こっちが無課金枠です。まあ、まあ、下げることはいくらでもできるからさ。いや別に大きくしないで恥ずかしいって。和道の囲いってバレたくないって。そう、和道リスナー複雑だからね。 OK、 漏れてない？みんな自分の名前確認して。名前入れたい人上から言うよ。長谷友さん、みーすけさん、海宝さん、としさん、かずさん。こういうよね、海宝、としかず、カルンさん、キンチョールさん、ケンタンメンさん、ミノムシさん、ニャコさん。続きまして、もよこさん、おっくんさん、サラさん、ヤノラッキーさん、バンナムさん、アンコロさん、ノマイナールさん、メンボウさん、カリュウさん、シャークレイさん、エンビーさん、ケイトさん、アモアモちゃんさん、地獄ワイフさん、サキンチョさん、ノンラブさん、ラムーさん、バーベキュンさんだけなんか Google がバーベキュン間違いですよって、バーベキューでしょって赤文字化引いちゃってるけど、これは5時の見分けね。バーベキュンさん、ココロさん、ケジャンさん、イチローさん、ジョージャクちゃん。OK かな？全員入ってるかな？正直、タヌキ怖いって。わかった。アマンちゃん、メガホンありがとう。まあ、タヌキに書かれたって、実際手出してこないよ。まあ、そうだよね。ありがとうございます。名前、ガロウさんありがとう。ガロウさん、フォローよろしくね。もうしてるかな？ガロウさんは。以上、フォロワー限定です。ガローさんありがとね。よいしょ。ガロー。ひらがな。ガローさんありがとう。よいしょ。T シャツってどこで作れんだろうな。何枚くらいすればいいんだろう、T シャツ。難しいよな。在庫抱えたくねえしな。 な、生地はいいの選ぶよ。生地はいいやつ、物がいいやつ選ぶ。プリントもあんまり剥げやすいのとか嫌だから。質にはこだわりましょう。もう大丈夫かな。ワッチありがとう。ワッチ花火ありがとう。ありがとう。名前ありがとね。ワッチありがとここに行きます。これさ、1000人ぐらい名前書きてえな。ワッチありがとね。これ1000人ぐらい名前ブワーって書いてあったらかっこいいよね、絶対ね。昼間もやろうね、夜中とかもね。リスナーさんの漏れがないように。私書きたかったのにって、昔から見てんのにとかクレーム来たらへこむもんね。ありがとう、ワッチ。あ、でもなんか芸能人の名前のサブアカとかいるからな。それは入れたくねえな。
明らかにあのさ、どれの深夜食堂をもじったやつとかいるじゃん。そういうの入れたくなくない？なんかパコの深夜食堂とかさ、なんかパロディ系のコテハンは嫌だよね。お前それ捨てアカだろみたいな。捨てアカは入れたくないね。ワッチメガホン100個ありがとう。ありがとう。今日はね、もうね、今ね、ちょうど12時間経過したところはもう頭痛が半端じゃないよ。ダメだな、12時間の配信でこんなんになってるから、もう配信者として終わってるよな。昔なんか毎日12時間やってたのに。まさきさんメガホンありがとう。これはね、あれだよ、たまたまそういう枠だからでしょ。これはほら、通常とは意味合いが違うから、名前でかくしてーって応援してるよっていうことだから。まあでもね、普通の雑談枠、キツネ枠で花火めちゃめちゃいただいてるからね、うん、本当にびっくりだよな。いやー今月はすごいよ本当に。まあでも100万とかいかないけどね。100万とかいかないよ、もう絶対いかないよ。まあでもまあ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 20万切ることはないからね。ああ俺はどちらの枠でも現れますってねえ、ハッソモさんはすごいよねまあ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 、キツネがメインでやってるけど、こういう企画の時はね、どうしてもコテハンがないと機能しないからさ、こういう枠もやってくから。いや配信でこれだけ稼ぐっつってもな、上には上がいるからさ、あんまでかいつらできないよ。また明日やるキツネ枠で叩かれんだよ。お前なんだあの囲い込めは、お前また花火もらって生きがってんのかって。あ、怒られるんだよキツネに。調子乗んなよって、ピノキオのくせにっつって。まあでもふわっちっていうサイトができたっていうのが時代の転換期だったよね。もうキツネがメインだから今すごい疫病神を抱えてるよ。キツネに取り憑かれてる男だから200体ぐらいのキツネが乗っかってんだよこの辺に。そう、今ちょっと除霊してる、除霊枠なんだけどね。まあキツネにしなかったら82人だもんな。ってことは120体のキツネに取り憑かれてんだよ。メガホンありがとう、アマムさん。キツネ荒れなくなったっつうか飽きてきたんじゃないの、あいつら飽きんの早いからうん、荒れるっつうか、なんか連投がいるだけになってきたよね。連投が。キツネ枠もね、期間限定の機能だからね、常設化するかどうかわかんないから、まあその時が多分変わり目なんだろうね。うわすげえな、ミノムシさん、ミノムシさんメガホン258個ありがとうございます。定期なんてないよニコ生にあのね、定期っていうのはね、ツイキャスの仕組みなんだよ。だ、弾幕っていう概念もなくなったじゃん、ニコ生の分が。あのね、ふわっちは縦に流れていくから、スマホだから。あと新規が来た時にっつって、そのね、固定のメンバーさんが新規向けに、配信者がさ、ループすると嫌でしょ、またその話かよ、またその話かよっていうのを防ぐためにリスナーさんが編み出した技の、まあもうその話やめてよっていうのを防ぐために、長く見てる人が質問が来るじゃん。ワド何々なのとか、 T シャツの説明してみたいな、それを定期を流してくれる。要はループさせたくないっていう、その配信を守るためのツールなんだよ。そう、うん、まあ、ニコ生はね、定期なんで、もうそもそも囲いっていう考えがないからね。定期、今日も家でダラダラしてますとか、そんな感じです。今日も酒飲んでますとか、はい、今日も働いてません、ゲームばっかりやってますとかニコ生の定期ってそんなもんでしょ
あいつら何もやんないんだから。今日もくだらないことを一日中喋ってましたとか。定期何もありません。いや、適当でしょ。定期する必要ないんだよ。見たらわかるから。働けっていうだけだから。全員で働けっていうだけの枠だからね。全部の枠が。じゃあ、そろそろもう寝るわ。頭痛いわ。申し訳ねえ。じゃあ、T シャツ完成するのを楽しみにしててください。お疲れ様でーす。お疲れ。なんだ、ワド。T シャツ詐欺か。T シャツはどうした？また詐欺か。T シャツは作らないのか。おい、T シャツは飽きたのか。ざまあ。花火投げたやつまた騙された。ああ、もう目に浮かぶ。ああ、もう目に浮かぶわ。ワド、T シャツはどうした？嘘つき、詐欺師。T シャツはどうした？作るよ！作るから。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。やめて。